はい、こんばんは、かけまるです。今日は、ノートイーパワーニスモ、試乗させていただきます。ありがとうございます。それではシステム起動。おーおー、今ここにモードが出るんですけど、はい、今 S モードでここにスイッチがあるんですけど、これで切り替えれるんで、はあはあ、どれからいきますか。エコでいきます。エコでいきます。はい、これ、はい、これで起動してるから、はい、でこれでこれをこうして下ですね。下に、はい、これでドライブで、あ、はい、あとはサイドブレーキを押してもらえば、あ、レバー式よじゃあスタート。なんか不思議な感じですね。で、上です。上で。プリウスの方にします。あ、はい。よし。あ、ハンドルは軽いですね。めっちゃ。なんか不思議な感じ。今エコモードで走っているんですけれども、走り出しはすごい違和感ないですね。あ、足かといな。あの走り出しは全然違和感なくて、プリウスとはまたちょっと違う感じですかね。なんかすごい何やろ、なんて言ったらいいんやろ。ほんまになんか。なんかすごい、サスは割と減衰が高めで、バネレート多分ちょっとブレーキ離しただけでブッシュー止まりますわ。ブレーキちゃうわ、アクセル離しただけでブッシューって止まりますね。ちょっとあっち行ってみましょうか。ちょっと加速させてしてもいいですか。どうぞ、はい、ちょっと加速させていただきます。今エコモードなんですけれども、割と踏み込まないと、前にブーって進んでくれない感じなんですけれども、アクセル離しただけでこれなんかブレーキ踏んでるみたいで、なんかすごいですじゃあ次普通モードで行ってみましょうか。すみません、ありがとうございます。はい、今普通モードで走っています。上ですね。あ、上ですね。エコモードやったらエンジンブレーキというか減速のあれがすごい。なんかほんまにブレーキ踏んでるみたいな感じのエンジンブレーキというか。じゃあ普通モードで加速。あ、すげえ走る。すごいすごいすごい。スーパーチャージャーが効いてるみたいな感じで、違和感なくすごい加速めっちゃ速い、めっちゃ速いあー、めちゃくちゃ速いです。これで普通モードなんですけれども、普通モードやったらアクセル離すと、そのそんなにあのエンジンブレーキ効かない感じですかね。あー、車はすごい、なんていうんですかね、安定してます。乗っていてすごい全然違和感ないですし、楽です、運転がすごい。じゃあ次ちょっとパワーモードを試させていただきます。まだ回りますね。もうちょっと増えますね。パワーモードいきます。はい、 S モード、あ、S モード、はい、次は S モードでちょっと、加速試させていただきます。やっぱ足ちょっと固めですね。わ、 S モードすごい
アクセルちょっと踏んだだけでヒュッて出ますね。おお、硬い足。ちょっと加速試させていただきます。あ、 S モードやったら割にちょっとこうアクセル離すとエンジンブレーキが効きがちょっといい感じですかね。じゃあちょっとゼロ発進。おお。すげえ速い。めちゃくちゃ速いですね。プリウスとはまたちょっと違う感じですね。なんかちょっと異次元のこうなんかすごい楽しい、乗り味ですね。次エコでいきましょうか。すいません、ありがとうございます。はい、あー楽しい、すごい。あ、ちゃんとこうハンドル回し切ったらすごい小回りも効きます。じゃあちょっと少し外に出てどんな感じなのかレビューさせていただこうと思います。今エコモードで走らせていただいているんですけれども、アクセルを離すとすごいブレーキバーン踏んだ感じになって、なんやろ、回生エネルギーですかね、充電していると思うんですけれども、すごいこうブレーキが効く感じで、エコモードやったらちょっとコツ、乗るのにコツがいるというか、ガソリン車乗ってると少し違和感がある感じです。で、普通モードにするとアクセルパッて離しても普通にこう惰性で走ってくれるんで、普通モードで走る分に関しましてはそんなに違和感はないと思うんですけれども、あー車安定しますね、これすごいいい感じです。サスはやっぱりニスモ、この先走行する車線にご注意ください。ニスモというだけあって、割にこう固めの減衰、バネレートはちょっと柔らかいと思うんですけども、こう突き上げはないんですがガシッガシッという感じで、割にシートに振動は伝わってくる状態ですね。車がすごい素直っていうか運転しやすいです、めちゃくちゃ。このエコモードがちょっとあれですかね、アクセルスッて離すとすごいブレーキがかかるっていう感じ、ブレーキ踏んでないんですけど、おこいつ赤信号やのに何考えてんねん、怖っ、怖っ、びっくりした。山田さんナイス判断。いやいやいや、止めぶれしたんで、うん、車的にもそんな重たくないもんね。重たくない、うん、街乗りでも全然十分。はい、今普通モードで、運転させていただいています。お、よいしょ。あー小回りめっちゃ効く、すごい車が素直な感じで運転がめちゃくちゃ楽しいです。今普通モードで走ってるんですけれども、割にやっぱ加速えぐいです。普通モードやったらアクセル離してもその普通の AT 車ガソリン車みたいに惰性で走ってくれるんで、まあブレーキ踏んで、まあ減速とかっていう形になるんですけれども、すごい運転しやすいですね。わ、車すごいですね、さすが日産いう感じで、これ運転めっちゃ楽しいです、すごい早いし、まあ言うことなしですね。ブレーキ、うん、ブレーキもバッチリいい感じです。これはええわ、楽しい、すごいありですね、いいパワー。エンジンがこう充電してても全然違和感はないです、静かやし。あーこれはええわ、楽しいわ、いい車です、すごい。
見た目もいいし運転しやすいし速いし、であと何より楽しいっていうのが一番大きいですよね。すごい楽しいです運転が。ただちょっと足固めかなみたいな感じですかね。あの音いいパワーいいわー。おーあ楽しかったです。すごいすいません、ありがとうございます。それでは、簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。